とない話が来ていただきましたので、ここで病院になって玉を寄ったんで、さすがに、はい、で、敬礼の流れは後手なんですけれど、ただ上がって一押しがないんですね。ギリギリ耐えててくれという祈りですよね。人決めて下で回って強者、そうですね、強者で同金で、まあ、銀打つとちょっと駒がなくなるので、あ、そうですね、まあ、銀打つと、そうですね、で引いて取ると次に詰めとか使わないので、まあ、6人馬から勝負してという感じなんですけど、はい、単に取られて、そうですね、金が次の3八金が結構ほどけにくい詰めろなので、はい、3九香と打って6六銀6八銀あったりするこっちからやってしまう。
取りが今手前にセットリなんかかったもんまで行って取って受けられるのも言われたと思わなければちょっと入れないなぁ、これいやいや、まあ、また取ったら支えがありますよね。いや、まあ、着々は皆さんも贅沢ですけど名人さんね、そういうわけないですよね、普通は。いや、なんか…で、あ、そうか、爪どこがちょっと嫌ですかね。なんか手入れです。でも手入れるのか変ですね、確かに。金銀、じゃあそれが一応、それが嫌か。銀なりになんか引いたらさすがに、こうされます。あ、これこっち、まだまだ勝負どころ多いですね。こう逃げて、この金を抜こう。いや、でもまあそれ嫌ですね。いや、長いですね。さすがにと思って、いや、しかし、いや、読みも使わなくて嫌だったですかね、でも、ちょっと、手があって取ってをちょっと考えて、いや、そのこと考えてればよくないですかね。いや、で、金よりがまあ、波かなと思ったんですけど、いや、銀から前だときにちょっと嫌だなと思って、で、最後、焦って狂っちゃったんですけど、ちょっと変だったなと思って、いや、ちょっと焦ってましたよね。まあ、取って、まあ、引くしかないですよね。どうですかね。いや、ちょっと観察性難しいですよ。いや、これ違う。いや、無視して。どうでしょうね。佐藤さん、ちょっと本当にやりましょう。はい。すみません、申し訳ない。はい、ね、さっきはつるつまないだったんですけど、こうちょっと積んでたかもしれないけど、実戦ですから、はい、だいぶこの銀外してね、手堅くいったんですが、家になった順が出てきちゃって、藤井さんが手順尽くして、6号の金狙いに行きましたね。これ、でもどうしても取られちゃうんですね。王様が逃げるしかないですね。その前にもこう、歩を打った歩をなって、時間が増えたんで、藤井さんもこれだいぶ持ち直したと思ってます。はい、どこに逃げるのですか。上にはちょっと行けないと思うんですね、はい、これは危ないと思うので下に行くと思うんですけど、いや、しかし、まあ、ここもう変です。3に行くんで、いや、もう逆転してもおかしくないからちょっと、いや、しかし、こんな勝ちもあると思って、いや、いや、気になってなんか取ってどいや、もうここでもちょっとまた行く方が一番、まあ、手堅かったなという難しそうな感じなんですけど、取れるでしょ、さすがに。これは難しい。いや、ていうか、馬を引こうかとか待ってたのが良かったんですよね。これ、これ入れるかどうか迷ってて、いや、食って寄った方が。いや、でもあれなんかこれ、ああ、いや、でも一応ちょっと動いてるから指が。そっか、そっか、1分長いっすかね。1分長いな。はい、一応なんか、こう引く手がでかいから。これはでも、こっちに詰めればいかんから、そういう気にせず、馬を攻めたいと考えちゃって、こうとか、こうとか、なんか馬を攻めて、1球出しちゃったんで、ちょっと、ただちょっと4枚やすと危ないと思うの、そうですね、こうやった時にも、6、4とか、4、4、K とか、いろいろあるから、あ、いや、でも、なってなんかもうパニックになっちゃってるんですよ。いやー、なんかもう分でうっかりしすぎてて、これもなんか馬引こうかと思ってるんですよね。詰ます筋は9なら桂なりしかないけど、取れると思って、はい、まだ詰まないですね。これは何で取るのが一番大丈夫なんでしょうか。香車も桂馬も玉も全部ありますけどね。それ結構嫌ですね。ただ、今度は馬が強力で、まだ詰まって思います。はい、めっちゃひどいなと思って、単に桂なられるとだいぶひどいんですよね。いけないのだいぶ嫌なんですよね。こうで取って、いや、どうしたらちょっとやんないですよね。まあ、嫌ですよね。いやーこれ、ちょっとまあ計算とかからなんて、でもやんないですよね。取って、取って、回って。いやーやんないです。いややんないって負けですよ。多分大体負けですよね。でこれ今もうあの評価値どうなってますか。さっきは100ゼロとかね。あ、93対7なんですか。やっぱり豊島さんが9。あ、そうでしょ。いや、これね、さすがにちょっと変調だと思いますよ。え、じゃあちょっと逆転したと。この金の抜かれ方はさすがになんかうっかりと
とかちょっとこう、まあ、うっかりというか時間がないから、はい、あれ終わったんですかね。なんか手が動きました。あ、動きました。ということで6号角成り立てて投了されました。勝ちということですね。ちょっとまた急に終わってあれでしたね。だから本当最後の最後で入れ替わったんでしょうね。多分そのつましにして、そう、難しすぎるな。いや確かに藤井さんの曲詰みそうではありましたけど、ちょっとどう詰むのかはちょっと分からなかったですけど、はい、あ、最後の最後でじゃあどう詰むんですかね。まあでもこっちは言わないですか。いやすいません、ちょっと相居飛車の将棋ってのあるんですけど、そこをいやでもものすごい難しかったと思います。最後に詰む詰まないそうですね、すぐには止まらないですよね。まあちょっとその後も藤井さんに聞いてみますか。いやー、はい、やっぱりなんかそうですね、なんか玉用だな。これもうみんなもう運動会の大集合です。見ていただければ分かると思うんですけど、山谷、たぶん2、3回逆転起きてると思うんですが、はい、まあ、ちょっとあのじっくり見ていただければ幸いです。本当にありがとうございました。
最後気になりますよね、本当に詰んでたのかどうなのかって。やっぱりこの六三銀ならずでこう相手に局に迫ったのが結構いい感じでプレッシャーになっていたんですか。ね、これその前に5二金取って金桂渡してるから、まあでもまあ、その藤井さんの度胸っていうかね、はい、それがやっぱすごいですね。ああそうですね、いや最後結構簡単な詰みを流してしまったんで良かったかなと思っていて、そうですね、はい、いやなんか6号同玉の後に2通りぐらい詰まし方があったのでひどかったですね。ありがとうございます。大変申し訳ないんですけども、詰み筋がちょっと解説陣でわからなかったので教えていただけないでしょうか。そう、難しいですか。大変なんですよ。でもなんかそう言っていただけるのはちょっと救われます。いやなんか取った時に、はい、いやなんか寄られると思ってて、それで桂で逃げて金打って、まあなんかこう桂になったらなんか行ったり詰むなと思ったんで、はいはい、これはどうやって詰むんですか。桂で飛車越して、まあいろいろあるんですけど、ここに何か打ったとして、それを同金と取って同金に飛車を打っていって詰むという。8九でしたね。6号同玉の時は、あ同玉の時はなんかまあ馬引いても飛車回ってもどっちでも詰んで、でもなんか
一番明快なのは馬引いて、その飛車をここに打つで、同玉だと金打って香なので、まだちょうど活用できるので、まあ、ここから押していけば詰むという、いや、なんか馬引いた時に下回ったら詰んでたなと思って、ちょっと、いやでも良かったですか、まあ、下回って金打ってもなんか詰んでましたかね、逃げて飛車で桂木全部ばらして、桂馬打てるので、いや、なんかでもいろいろ広かったですね。なんか馬引いた時にそのそうですね、なんかこの詰み筋があったなと思って後悔してしまったんですけど、いやでもなんか馬引いた方がもっと簡単に詰んでたのに、なんかそこでちょっと後悔してしまった、なんか足が全然見えなくて、いやでも本当なんか中盤からすごいね、いろんな駆け引きで、自分はなんかこう3なら角と打った手がすごい手だなと思って、自分にはちょっと思いつかないなと思って、角が桂かで迷ったんですけど、あなんか桂違いが良かったのか、いやなんか通ったらでもちょっとまずいかなと。ああそうなんですね、同銀とかじゃちょっとまずかったんですか、藤井さんも1四歩同銀だと、いや、同銀に両歩と突いて、はい、ただその形も際どいかなと思っていまして、やっぱりなんか5八金が弱い形で、やっぱり攻めていくと取れてしまうことが多いので、それも際どいのかなと、はい、思いました。こっちの方が良かったですかね。いや、ちょっとなんか投資で振る時また手が分からなくなってきて、なんか角掛けとかで勝負したかったんですけど、でもなんか確かに際どいので負けてるかもしれない。ちょっと分からなかったです。なんかこう取った後もなんか絶対次詰むっていうわけではないので、なんか飛車とか7三桂とか抜かれるような攻め方があったらまずいかもしれないと思ったんですけど、いやでも本当にいい将棋でしたね、加藤さんね、はい、本当にこの勉強になる将棋で、本当ハラハラする将棋でしたね、はい、そういうこと、両対局者ともお疲れ様でした、ありがとうございます。